はい、皆さんチコマはチコタムです。今回はこちら、エルズテイルズウェッグ。最近話題の卵を割っちゃいけないホラーゲームらしいです。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくね。それではスタート。ファミコンチックなファミコンチックな BGM ですけど、プレイ、クリック、左手右手、色 OK。 おー、始まるよ。エッグ、なんだ、なんか取れる、ダメ、取れない。 1E+2G+3G、 まあ今 5G だけどね。 5G ってこと？なんこれ、ダメ、なんこれ。わー、いけねえ、ダメー。は、ノーハンズ、あれ、手なくなった、手なし、手なしのりたけ。A イコール1、びっくりした、なんだピアーだわー。誰、鳥男みたいなのやられたけど、なんだこれ。おお、なんか飛べる、あ、なんか飛べる、なんか始まった、あ、ダメだ。なにこれ、むず、なんだろうね。 1E、E、E、G、3、G か。 A が1で B が2だから、 E が5、 G が7ってことか。 5+7+7 みたいなこと。19か、19ね。なんすんだ、19で、やれあ、これがそもそもむずい。俺19までいけるから、19で何か、19で何かが起きる気がする。やばー最高到達点。19来た、これで、なんかレフト、あれ、なんかレフト出てたけど、んー、どういうことだ。19でなんか左手が取れたみたいなこと。これでさ、ノーハンドになって、なんかもうちょいないの。あ、怖い怖い、なんかある、あ、なんか置く、なんか誰か来た、うーん、おの殺されするな絶対。両手を開けて、なんかショットガンみたいなの拾うってことか。取れた、なんだ、取れたんだけど、あー、なんか無限に動いてっけど、なんだこれ、どうすんのこれで。取れない、取れない、なんだ、 1E2G3G、 これなんか意味あんのか、16進数とか、なんだろうな。ここは何？ん？止まる？おー、なんだろうね。まあちょっと動かす。1×5 とかでやってみる？ここだと？ちょっと計算してみるか、先に。あ、やめたちょっと待ってくれ、計算してからやった方がいいな。19で左手が取れる、14の21の5とかでやってみる。あ、じゃあ40ってこと。うん、40でもう一回押してみるじゃん、19と40みたいな。これでずっと回し続けるとどうなんだろうね、100とかになると。これもちょっと気になるな、分からん。とりあえず40で左押してみる。あー、なんだ、取れた、合ってるっぽい、なんか俺たちが思ってたので。これ止める、で、これ取る、取る、
で撃つ。怖っ怖っ怖っ怖いよ。早く来た。あ怖い怖い怖い来た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 。なんだ撃ったんだけど。どうやって撃つのあれ。じゃあまたこの地獄の戻し作業。もう本編ではさ、もう完全にカットだろうけどさ、こう裏ではこの地獄の戻し作業がね続いているわけですよ、視聴者の皆さん。これはさやられますよ。こうバン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 ね、鳥がさあーもう来い。うーしすんな。これでこうか。おー来い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 、カモンカモン、今度は引いたぞ。ガチャッとカモンカモン、怖っ、早く来い早く来い。来るか、来た来た来た。なんで撃ってんのに。よし、で、取る、引く、今度は失敗しないぞ。よし、来い来い、音鳴らしたぞ。来た来た来た。え、撃ってんだけどな、なんでダメなんだ。よし、取れた。これ、一回も撃ってみちゃうか。なんだこれ、弾入ってねえ。どうすんのこれ、弾ないの。なるほどな、ガチャってやっちゃダメなのか。これもしかしてそのままいきなりもう引いてあるか撃つみたいな。弾ねえもんね。わよし行こう。なあこいつ、うわなんか怖い。誰、うわ鳥顔、鳥顔、鳥人間。なんだここ開くの。うわどこ行くのこれ。開いたー、脱出の世界。ゴーッ。おい、なんだなんだこの鳥女。鳥女、鳥身、ニワトリが好きか卵が先か、どういうこと。エンド1なんだこれは。果たしてなんだ終わった。なんこれ、新エンドとかあんのかな。鳥女、鳥身エンド。これを取り、カランコロンを鳴らす。よっしゃ来い。お、来たか。おじゃおじゃやっちゃった。これでなんかこの卵を取れる。あ、取れる取れる。でこれ押す。これで一回なんか押すみたいなこと一回だったけど、はい、押す？あ、ダメ、押せない。なんでだろう、書き切ってからか。どうだ、あああ、本当だ、なんか正解。ああ最初の方に行くみたいな。え、これで行けばいいの。怖っ、ペプシマンみたいに出るけど。ペプシマン、なんかお風呂使って見てない、こっち。これいいのかな、怖っ。もう一回やり直すの、やだ。ああ逃げた、ペプシマン。なんかペプシ、あ、ペプ、ペプ、偉そう。ペプシマン。
魔なのか FF9 のラスボスなのか、なんすか、ん、よう来たみたいな。あ、親なくしてヒナは育たず、ゆえに鶏が卵に先立つ。何の話？さあ終わった、先立ち終わり、先の立ち像ということで今回は終わり。これがエンディング2か。はい、最後までご視聴ありがとうございます。少し調べたけどこれでクリアみたいですね。このゲームや動画が少しでも面白いと感じたらチャンネル登録、高評価のフォローよろしくね。したっけ、まったねー。